情報を本日もここエスコンフィールド北海道内にあるタワーイレブン温泉&サウナをキーステーションに全国の野球ファンそしてサウナファンの皆さんにお届けしていきます。どうも皆さん、豊沢ひとみです。いい感じにもうね汗が仕上がってまいりました。今日は東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地である楽天モバイルパーク宮城にこの方が行ってくれています。それでは宮城に送りバント、オールセーフということで、今日はこちらじゃーん、楽天モバイルパーク宮城にやってまいりました。イエーイ、楽天イーグルース、楽天イーグルース、今こそ戦え、楽天楽天イーグルース。さあやってきました、つつじが丘天満宮で、ここはあの楽天モバイルパークからも、まあ、車で5分ぐらいらしくって、必勝祈願としても、まあ、選手だったりファンの方も訪れるらしい。先に清めますか、私自身を。そして右手でよし。さあそしてこれめっちゃ絵馬ですよね、かわいい。いやこんなカラフルな絵馬初めて見た。お着物着てるのかな、かわいい。でさっき飛翔祈願って言ったじゃないですか、学問学問の神様もいるし飛翔祈願にも行ける。さあではではお邪魔します。よし、すごい。じゃあ私たちも必勝祈願に、まあ私もあの楽天イーグルス大好きなので楽天イーグルスの勝利を願って、よし、これで勝てます、間違いない。奥にも絵馬、なんか選手とかもそのよく訪れるって言ったじゃないですか、だからその絵馬が飾られてるらしい。社務所入っていいんだここ。お邪魔します、あ失礼します。やだ、これもしかして選手の絵馬じゃないですか。あすごい、ちゃんと誰が書いたかって、これちなみにマー君、マー君安楽君、サイビのエースピッチャーですよ、元日ハムの西川選手もいる。そしてあこれちっちゃい声で言いますけど私の推しなんですよ、辰巳選手、タオル買っちゃったこの間ここに来たらみんなこう入っていいんですかね。えこれめっちゃファンの方にとってはあるじゃないですか、たまらん、これはファンにはたまらん。せっかくなんでおみくじも、ここにめっちゃあったの、うおだけどでも変わったおみくじがいっぱいある。けどやっぱ一番気になるのは恋愛じゃないですか、恋愛気になるっしょ、私のこれ人生かかってるから恋愛は。よいしょ、開けてみよう。あすごい、ちゃんと、おお中吉、微妙。いやでも中吉っていいんじゃなかったっけ。よき縁をつかむ要は健やかな体、武芸競技体操などを日々続けよう。へえ、サウナを極める、しかもそれを日々続けようだから、まあ、継続したらいいことあるよっていう、いいじゃん。
さあ改めまして観戦サウナ東北楽天ゴールデンイーグルス編ということで、楽天モバイルパーク宮城からだいたい車で20分弱くらいのところにやってきました。そこになんかすごいこうなんだろう、アミューズメントパークみたいな、ザ・アミューズメントパークっていう感じのところなんですけど、実はもう見えてるんですよ。ほら湯、めっちゃ主張強いの湯ということで、今日はこの中にあるやまびこの湯、どうやら選手たちも御用達らしい。では早速着替えてきました。早速行きたいところなんですけども、見てください、これアウフグースのファン投票っていうのがあるんですよ。時間割りみたいじゃない、朝から灼熱の漫談通るし、イズちゃん気になる。ここからしよう。うわ広、めっちゃ広い。なんか見た限り何個温泉あるのっていうぐらい、まずねえ、なんか合宿できるじゃん、ここで。今日は何個あるのよっていう、すごい。ここにあったサウナ、ロウリュって書いてあるもん。フィンランドマンのロウリュね。露天風呂に行きたい。めっちゃ広くない？こっちも。わわわわわわ。イエーイ。ちょっと待って。ちょっとしたテーマパークよこれは。すごい。温泉。お風呂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 。え、どれに入ろう。迷うな。ザ露天風呂な。これかな。露天岩風呂にお邪魔します。いい温度だ。気持ちいい。やっぱ露天風呂は岩風呂が雰囲気あっていいですよね。いろいろ見つけちゃったんですけど、ハンモックあるよ。あれ多分ハンモックだよ。本当にくつろぎたい人は多分椅子もいっぱいあるから、ブランコで外気浴してもいいし、ハンモックで外気浴してもいいってことですよね。贅沢。も書いてある。どんな感じ。よし、おー広っ、熱っでもこれめちゃめちゃ段差広くていいですよね。なんか、え、なんだろう、劇場みたいな、なんか見れそうな。おー、え、白いサウナストーン、いや初めて、このなんかおしゃれじゃない。とにかくパワーがやばいです。めちゃめちゃ熱い。こんなに広いのに全然どこ行っても暑いの、どこでも暑いの85度オーバーぐらい、ね、なんだろう、全然暑く感じる。100度ぐらいありそうな、そんな感じがします。はい、失礼します。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日この時間担当いたします、私、東北熱波界の四皇と呼ばれます灼熱の漫談ロール師、伊豆ちゃんと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。ではまずちょっとお部屋の方ですね、空気入れ替えさせていただきますので少々お待ちください。はい、空気出します。香り付けしていきます。。本日はビヒタ使わせていただきます。
ましょうか。音が鳴るので。はい。何ピースだけでこんな熱いんですか。何この体験。それは今世の中はなんちゃらの二刀流が流行ってますが、私は元祖東北の内輪とタオルの二刀流でございますので、はい、まあ、彼の方は若干ですね年俸高いですけどね。まあまた覚えていきたいと思います。はい、ゆっくりご注意ください。はい、優しかったですよね、今の顔でも。そうですね、まだ10分の2くらい。ちなみに、ずちゃんさん、はい、ここ、どうやらプロ野球選手の方もよく来るって噂が。そうですね、あの各スポーツ選手の方々、うん、多くいらっしゃってもらってるんですけども、はい、来ていいんですからも、はい、何名か来ていただいております。で、なんか私の風邪を受けた後は、なんか勝ち運がつくっていうなんかちょっと噂があって、だから周りは勝ち風邪って言われてるので、そういう時はしっかり仰いでくださいって言われて構えられるんで、がっつりと行きます。じゃあがっつり行きますよ。お願いします。後半は金木犀使っていきたいと思います。大好き。早い風じゃないんだみたいな。確かに。いやでもすごいパンチ。これ秘密兵器。何？肩越しに少し冷たい水をします。これ夏限定なんですけど。熱中症脱水症状にならないように。さあ、冷えたラスト7回折ります。せーの。やだな。はい、以上で終わりでございます。最後はいつものあの締めの言葉で終わりたいと思います。私がせーのと言ったら、今日もいい日だと一言ご唱和ください。はい、それではいきます。せーの。今日もいい日だ。どうもありがとうございました。とにかく話を水風呂から。気持ちいい。もう気持ちいい。天国。もうマジでこれを求めてた。ちょうどいい温度、16度。いやでももっと冷たい感じがする。めっちゃジーンってもうしてるもん。やばい。 Forgo Give up everything that I own Yeah, give up. 頑張るぞ。ハンモックに決めた。体拭けなかった。そういえばこれこっちも悪くない？座ってみる。いい感じ。やばい。わあ、やばい。一歩も動きたくない今。やっぱあの楽天ってすごい選手いっぱいいるじゃないですか。田中将大選手、マー君、そして則本選手もすごい。多分みんなこのサウナ入ってここに来たら球とか40キロぐらいになっちゃうかもしれない。なんとそれぐらいふわふわになっちゃうと思いますよ。
サウナの後といえばそうサ飯ということで、今いるのは国分町っていうところです。すごいいろんなものがひしめき合ってて独特な雰囲気があるんですけども、仙台といえばこれじゃないですか。じゃん、牛タン一服さんです。もう仙台といえば牛タン食べなきゃ始まんないっすよ本当に。ということで早速行ってみます。ありがとうございます。大将大将、はい、あのものすごい芸能人の方だったりとか、はい、野球選手のサインがあるじゃないですか、はい、あの楽天の選手もいっぱい来られてますよね、はい、そうですね、あの、まあ、いなくなってしまったんですけど、うん、和夫さんとか、はい、選手時代によく来ていただきました、ね、わーすごい、はい、実はこの牛タン元祖味噌漬け牛タンらしいですよ。いただきます。うん、うん、めっちゃ柔らかい。味噌の風味すごい甘い味噌なのかな。これご飯が進みますよ。楽天モバイルパーク宮城で野球を観戦して、汗しっかりかいて、でまたまたサウナに行って汗かいて、そして仙台の美味しいものを食べて、もうこれ優勝です。サリーグ優勝です。もうこれは地元の人もですし、結構ね野球ってこう遠征とかやっぱするじゃないですか。だからこの宮城にね、仙台に野球を見に来た時にはぜひこのコースで、もうなんて言ったって選手も神社も行ってるし、この牛タンも食べに来てるから、ぜひ同じ味そして同じ空気を味わってほしいと思います。完璧です。宮城いいじゃないですか。これはね楽しみの幅が広がりそう。さあ、お、わあいいぞ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 。ああいい感じだ。うん。